した。ああ、よかったですよ、ねえ、こうなんか、哲也さん流してあげた方がいいものがある感じします、ね、はい、だまた落ち着いてからで、そうですね、シェイがね、冷え、やっぱ冷えむくみはオイルいいですからね、そうですね、的な連動も良くないというか、はい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 、なんか錆びつきがそうです、ね、ありそう、ありますね。あれですね、哲也さんは常にいろいろありますね。持ってますね。ネタは尽きない。尽きないですね。これはやりがいが、いつもなんか。掘ればかなここ掘ればそうですね、出ますね、みんなありますけどね、あ、こっちもか、あ、こっちもかみたいなね、そう連鎖します、そうなんですよね、まあね、だったらね、年を重ねてくればっていうのもありますしね、ありますからね。そうですね。あ、石碑ですよ、石碑。体にやっぱり石が。おお、全然違う。うん。入りが違うよ。でもなんかうとうとして、なんかちょっと夢うつつになってました。ああ、そうですね。いやでも気持ちいいですよね。そうね、そういうふうにリラックスしていただいてよかったです。うん、いや、リラックスできましたよ。おー、ですね、でも先ほど、そうですね、ちゃんと行ってきました。そうですね、すごい。仰向けでやりましょう。はい。違うんですよ。そうでしょうね。ね、うん。そうなんですよ。あの、こっちの方が収まってますね。左の方が。だから、こっちはそんなに手に当たる感触ないですけど、すごいなんか、出っ張り感があって、すぐわかる。あ、本当だ。ね。出しゃばってます。こっちで出ますね。ちょっとこっち引っ込みましょう。あ、お願いします。違いますよ、右と左で、さっきこっちのがすぐ手当たる感じでしたけど、今だとあんまり作用がないですよね。収まりました。収まりました。はまりました。整いました。
画の映画見とか動きながらさっていうのがね、結構徹夜さてやすいんで、そうなんです、すぐ固くなる。大丈夫ですか、失礼します、引っ掛けます。そうか、はい、行けたらこうグッと、大丈夫ですか、はい、きつかったら言ってください、きつくないですか、大丈夫です、はい、うわすごい、足かいて、うわ膝が硬いですね、あうわすげえ、なんかプロレスで固められてるスリー行ってますね。大丈夫ですか？いや大丈夫です。ちょっとこれも左右差が、のが、やっぱ右の方が良くないかな。そういう感じしますね、足は。大天使出っ張ってたり、膝裏硬かったりは右の方がある感じしますね。ね、やっぱそうですよね。こっちの方が上まで。曲がってきちゃう、上がんないっていう差が結構ありますよね。右をちゃんと伸ばしてあげた方がいいのかなって感じしますね。おお、なんか張ってる感が強いですね。そうですよね。キリスケも膝裏もだと思いますね。全部ですかね。まあ、こっちの方が膝裏はまず伸びるんですよね。右と左で比べたときに。あ、本当だ。角度が違う、うん。そうですよね。こっちの方がまあ足としては状態がいいように思われます。来るのかってとこですけどね、ね、ありますね、これは続いてますけど、こっちにはないんですね、本当だ、ね、はい、ちょっと違いますよ、あらさまにここの方が張りが強い。おーあっとなんかでやっぱね、違う左右差大きい足にありますね、左右差の大きさ、まあ、腰も出てましたけど、これ痛いですね。膝裏が伸びないからこっちが張るっていうのもあるんですよね。なるほど。最近硬いですからね。うん、それで今さっきよりないですよね。すいません、これ見たいと思うんですけど、ちょっと。
いい始末ね。あー、しみる。なんか思ったより、うん、そうですね。よかった。よかった。もうリアクションする準備してたんですけど。この方、この辺の方が痛そうな気持ちが。大丈夫そう。そうだ、はい。そうですね。はい。おへその位置を教えてもらっていいですか。あ、そこ。じゃあここら辺からだ。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。